塩津バイパス、滋賀県長浜市西屋在町。塩津バイパスは、滋賀県長浜市の延長 3.5km の国道8号のバイパスである。現在は一部共用済み。周辺地域の交通安全性の確保、また、北陸自動車道の大替路としての役割を持つ。バイパス整備事業は起点より 2.0km の1航区と、 終点より 1.5km の2コークとに分けて進められている。1コークは主要国道ゆえ大型車が往来するにもかかわらず、急カーブが連続し、また道路幅員が W イコール 7.64m と非常に狭く、歩道もほとんど設置されていない、塩津浜集落の原動協会区間を解消する目的で整備中。起点側の原動拡幅区間と、 琵琶こそいのシャバ内湖上城に、塩津浜大橋をかけて、原道を迂回するバイパス区間とに分類される。この内校舎の区間については2015年に共用を開始。2校区は、旧西矢在町、旧木の本町境界部分における異常気象時の通行規制を解消するため富士が、先トンネルを核とするバイパス建設が進められ、こちらは1996年に開通している。 長浜バイパス原動、塩津バイパス原動、鶴ヶバイパス。ありがとうございます。